熱々の金属地へ。ステージクリア、ワドロディ4人、隠しミッションが3つ。いつも通りだね。なのか。アニマル軍団のマークかな？はい、ステージクリア、ありがとうございます。はい、ワドロディコンプリート、ありがとうございます。おぉ、もうボスマップの先、一箇所じゃん。あそこラスボス戦じゃん。頑張ろう。オートサーチボムトレジョー、ポイッと投げ込め、サーチでオン。目標タイムは1分だって。オートサーチボム楽しいからな。どんな感じなんだろう。はい、目標タイム達成。じゃあ次に行きましょう。はい、ワイルドハンマートレジャー。戦え、ワイルドハンマーの試練。試練来たな。ワイルドハンマーちゃんと使うのすら初めてなんだけど、大丈夫かな？できるか？タイムは達成したような気がする。どうかな？このゴリ押し具合ならいけたでしょ。あ、ほら、1分30秒だって。余裕でした。ありがとうございました。劣化行く道、ステージクリア。あ、ワドロディは5人いる。5人いる。そして隠しミッションが3つ。やっていきましょう。来ました。行こう。うわ、めっちゃビル登っていく感じかな、これ。サーキブルいるし、なんだっけ。フルメタルカッターやっていこう。もらいまーす。あれ？拾ってくれたね。はい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 。なんか大砲がめっちゃいいから。敵の守るお肉を2ついただく。了解しました。ちょっと結構危ないな、ここが。怖いんだけど。おお、あ、落ちちゃった。ホットドッグ落ちちゃった。まあお肉じゃないからセーフセーフ。3行きましょう。ワニャーニャー聞こえる。ここだな。これを開けるとこの上にいるわけではないと。なんで？じゃあどこにいるんだろう。あ、はいはい、この中ね。フルメタルカッター本当いいな。あ、でも向こうに道があるっぽく見えるな。回り込もう。こう行ってここからこうか。こうこうか。あれ、ここ繋がってない？道なんか道が繋がってるっぽく見えたんだけどな。気のせいか。どこから行くんだろう、あれ。あ、はしごがちらっと見える。了解しました。危ねえ。うまいぞ。ナイスナイス。で、あ、ここの扉から中に入るのかな。先にあれを拾ってここから下るんだ。よし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 。一人目のワドロディ回収。いいね。なんかこういう隠し通路的なもの楽しい。ビルの中のなんかカービィみたいなゲームだとそういうのってやりづらいと思うんだけど、でもちゃんとやってくれるのありがたい。よいしょ。どうしてもね、壁を透明にする作業がだるそうなので。あ、待って待って、欲しい。こんにちは。そうだ、タイムボムになってるんだ。どこで使う？タイムクラッシュか。どこで使えるかな。あ、ここね。はいはい。おやすみなさい。さよなら。これ多分隠しミッションあるんちゃう？ほらね。よかった。拾っといて。あ、しかも氷が必要になるっぽいな。必要になるのかな。まあせっかくだしもらっとこう。で、僕は目ざといのでここの足場を見落とさなかった。よいしょ。では登りましょう。あ、そうだ、隠しお肉忘れてた。ここにあったんだね。じゃあ回り込んで、よし、次のマップに行きましょう。ブリザードアイス、ほんと見た目がかっこいいな。中二心をくすぐるというか。これどっち行くのが正解？こっち？これどうしたらいいんだろう。冷やしてくれるのかな。これでいけそうにないけどな。氷があるってことは何かしら方法があるんだろうな。ちょっと先に進んでみる。水が欲しい。水が欲しくない？これで冷やしていくわけじゃないよね。これで氷当てても冷えないもんね。でもむしろ溶岩の上に氷が乗ってるという光景がかっこよすぎる。
普通ありえないでしょ。危ねえ、ゴルンバーに当たるかと思った。あ、でもこれどうにかこうにか、あ、はい、理解したぞ。この先にきっと、水風船頬張りがあって、それを取っていく必要があるんじゃない？この様子だと。わからんけど。この下のこれはどうやって取ればいいんだろう。一回降りて。はいはいはい、こうね。よし、上手、回収できた。マップ移動さえしなければ戻れるからな。そこだけ注意していく。うわ、危ない危ない。こんな危険なくるくるくるりには。これ本当に水風船頬張りあるか？待って待って、危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。今です。マップ移動だけはしないように気をつけて。アイスがある。ごちそうさまです。お、はいはいはい。さ、え、よ、え、4人目？あ、そっか。今まで行けてないところに残り3匹いるのかな？残り2匹が。とりあえず戻ってみよう。アイスでどうにかできんのか、マジで。ここは？これさ、あ、そういうこと！なるほどね。行けるんだ。わかった。じゃあ行こう行こう。では。なるほどね。アイスの状態なら普通に行けるんだ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。立ち止まらなきゃ大丈夫って感じかな。この下ワニャンに聞こえる。あ、はい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 。もろくなって崩れてるんだ。降りれなくなったかと思ってびっくりしちゃった。よっしゃー、2人目よかった。じゃあここに2人目と3匹目がいるって、3人目がいるってことかな。あー、一安心。じゃあもう片方も行こう。次こっちだよね。よいしょ。はいはい。おーい、いてて、やめんかい。しっかりこれを回収しつつ、あ、あんなところにあれも欲しい。よし、あとはここ上に行くのか。え、なんかめっちゃ超簡単だな、見た目以上に。立ち止まらなきゃいいってことだろう。お、元気ドリンクありがとうございます。よしよし。こっちには何かあるのかな。こっちは戻る用の足場かな。じゃあ、ここから登っていこう。よいしょ。楽しい、楽しい。で、この三角頬張りはどこで？こっちに進んでみるか。あ、ちょ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 、嘘でしょ。あー、落ちちゃった。どうすりゃいいんだ、これ。見て、あ、あー、ボロボロだけど、戻れたからよし。ここでジャンプ。届かない。しかもまた落ちた。大丈夫かこれ。ここでジャンプ。届いた。よしよし。あ、本当だ。よく見たらここ床がひび割れてんだ。はい。で、ここに隠しミッションが、隠し部屋があると。失礼しまーす。ここ回復アイテムあるかな。結構死にかけなんだけど。あ、制限時間内だ。急げ急げ。何をするのかも分かってないけど。失礼しまーす。まずはこれを、こう張って開けて、これのスイッチ押し、次のどっち行くの？こっち？これをこう張って、倒して、早く倒れろ。吐き出して、次にこれをこう張って、なるほどね。すげえ、頬張りが、頬張りオールスターじゃん。で、伸びて、吐き出し、助けると。うん、間に合ってよかった。ちゃんとワドルディ3人目だね。よしよし。これで残すワドルディはあと1人か。回復アイテムがなかったの辛いな。まあ、なんとか頑張って生き延びよう。最悪の場合ね、マキシムトマト、ちゃんと手持ちにあるから。これで回復すれば。あれ？足が。よいしょ。お。あれは、最初の頃はお世話になった。なんだっけ？レンジャーさんだ。まずあれを落とそう。よしよし。次にあれを落とそう。さよなら。で、次に今度はあれを落とそう。待って、これ、うっかり落としちゃいけない系のやつがいそうで怖いんだが、まあ気をつけていこう。あ、あれは輪っか頬張りが見えるな。届かない、届かない。もうちょい、もうちょい。よしよし、届いた。これ先に敵倒しておいた方がいいかな。まあいいか、よく考えたら、
この輪っか頬張りが風飛ばしで何とかしてくれるだろう。よしよし、ここは落ちずに気をつけていきたい。おりゃ、これはあれだな、足場が回るんだろう。ほらな、あの、おお、バッファルホーン当たった。うまいうまい。で、あっちには何が、あ、今度ここの足場を回すのか。はい、失礼します。よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは。んで、ここの足場に乗りの、この大砲ども全部落とすために必要だったんだな。ふう、これを回すとどうなるんだ。足場が出てくるかな。出てきたな。え、てかめっちゃ溶岩まみれなんだけど、ここ何、船に乗るのか。いや、ほんとマジ頬張りいっぱいあるな、ここ。楽しい。もうすぐこのゲームが終わるからってことかな。そういう感じ、了解。あ、待って、そこそこ、輪っか頬張り必要なんだ。しっかり着地するぞ。ぴょーん、あっしゃ、乗れた。ふう、危なかった。こんにちは、失礼します。まずはここのワニャワニャを助けようか。陸地に向かって B。 はい、よし、これで5匹目も助けた。隠しミッションは何個達成してたっけ、全然覚えてないや。あそこ青いコインがちらっと見えるな。あそこ何か隠されてるんじゃないか。ドッグターボ、よしよし。じゃあこのビル登ると多分ゴールだと思うから、ちょっと先にこのビルの裏を見てみようか。よいしょ、奥何かあるかな。あ、風が。おー、はいはいはい、すべての風車スイッチを回す。ありがとうございます。今回はうまかったぞ。てかこれあれなんだね、カービィが向いてる方向じゃなくて、カービィに向かって向かい風がというか、船の追い風になるように風が吹いてくれるんだね、常に。面白、エフェクトがね、大して意味がないけど一応。おい、何あれ、レンジャー持ってきてねえよ。いけるかな、ダメか、レンジャー持ってきてねえよ、やられた。こんなところで、うわー、もう一回やってこよう。はい、ステージクリア。あれでも別にあれは壊さなくていいんで、あれ何なんだったろう、気になる、気になるけど壊さなくていいからいいや。お、ギガントソード、でっかいソードだ、まさにギガント。ちょいと重くて大変だけど、ガードで鉄壁、シールド出せるぞ。のしのし守ってガンガン攻めちゃえ。おー、すげえ、孤高の騎士メタナイト。カービィたちの少し後に謎の渦に飲まれこの地に来たメタナイト、この世界から脱出する術はないか調査を進めていた。調査の間にも剣の腕を磨きながら街を襲うビースト軍団に戦いを挑んでいたという。ありがとうございます。裏でね、裏でメタナイトも頑張っててくれたんだね。資源エネルギープラント、エネルギープラントとか怖いな名前が。 いえ、私は遠慮して。あ、ワドルディコンプリート。そうだ、11匹だ。よかったよかった、じゃあリベンジ必要なしだ。そう、あのエネルギープラントね。 いえ、私は遠慮しておきますっていう言葉を思い出すよね。はい、じゃあこちらシタン先生のね、ツインズドリルトレジャー、ドリルに迫るクレイジーパレードか、楽しそう。目標タイム1分、やっていきましょう。レディーゴー。まっすぐ進むだけ。こんにちは、別に迫るってほどでもないな。邪魔するでー、トゲの中に落ちるの気をつけないと。うわ、なるほど、気をつけよう。ここでこう行って、待って、これ一回出て、ここ進みの、これ一回出て、ここ進みの、ここで一回出た方がいいな。で、こう行って、
ここで一回出ると。最後結構うまいんじゃない、ほらほらほら、待って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 、あの輪っか くぐりたかった、何だったんだ、もう悔しいな。はい、51秒ミッション達成。輪っかにくぐれなかったことだけが心残りだけど、さっきの的といいさ、何なんだよマジで。三角頬張りトレジャー、突き刺してアップダウンタワー、レディーゴー。まずはここを突き刺すと。こんにちは、失礼します、お邪魔しました。いてて、ついてきてたのか、いてててて、すいません、道開けてもらっていいですか、こんにちは、もう一発、今度はこっちを登る、微妙に、こんにちは、ここ降りて、あ、今度はいてててて、危ない危ない、落ちちゃう落ちちゃう、落ちちゃうから道開けてください。ずっとついてきてるじゃん、スカーフィーが、いた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 、次はこっちね、ここでこう行って、難しいな、地味に楽しいけど、はい、次はここを乗り越え、道開けてください、よいしょ、道を開けてください。さあ、あと何秒だ、とりあえず 50.3 だったけど、残り時間は、あー、あと10秒か、いや結構難しかったな、やり直そう。はい、リベンジ、失礼しました。あ、でもクリアできたかな、だいぶ早くクリアできたわ、残り1分4秒だったから。よーし、55秒、目標タイム達成ありがとうございます。お、コインが1万5000超えたね。